皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。 There is transcript in Japanese and English on my website。 今日のテーマは歌舞伎についてです。皆さんは歌舞伎を知っていますか？日本の伝統芸能の一つです。私は歌舞伎に今日行ってきました。初めて行きました。今日は歌舞伎の感想について話そうと思います。まず見た歌舞伎はプペル天明の五尾人間というタイトルでした。で、これは新しい歌舞伎で映画になっていたアニメの映画を歌舞伎にしたものでした。なので本当にこう歌舞伎としても新しい挑戦だったようです。で、一言で言うととても良かったです。で、歌舞伎はこう代々歌舞伎役者になるんですね。なのでもうその家自体が歌舞伎の家なので、その歌舞伎をしている家に生まれた子供はみんな歌舞伎役者になると。なのでまあ家の仕事ですよね。もう歌舞伎という家に生まれた。なので今回のその主人公メインキャラクターも実際の親子でした。で歌舞伎役者は、全員というわけではないんですけれども、一部はとても有名になります。で、その有名人で子供のこととか家族のこととかもニュースで知ります。なのでその子が成長して頑張ってこう演じているのを見るとなんかとても感動しました。で、もう一回歌舞伎に行くかはわからないんですけれども、新しい経験ができてとても良かったなと思います。言葉も、何を言っているかわかりました。一度経験として行ってみるのもいいんじゃないかなと思いました。それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making a small monthly contribution at sakuratips.com. You can get Japanese chair twice a month. Check the description box. じゃあまたねー。